10回引いて出てないぞ、行くか。出てない出てない出てない。ミホーク出てない。え、ミホーク出てない。トゥイ、うわーやばい、絶対欲しいですよね。おっしょ、ナイス、あぶねえ。マジですか、マジですか。そうですそうですそうです。おお、すげえ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 。初めて声かけていただいたんです、すいません。やってきました、ワンピースチャックです。本命来ました。5月の本命でございます。昨日ね、テンスラ引きに行ったんですけど、コンディション調整したおかげでね、見事15回でラストワンとベルドラ、しかもアソート1しかないベルドラをうまく引けました。で、皆さん、私はまた車に乗っています。なんと今日も下村くんいます。はい、どうもね。なんか暇やったんでついてくれるし。それで車頼むって言ったら来てくれたわ。で、今回のワンピースなんやけど、 A 賞アシュラのゾロ、アソート2。お、2個ある。うん、2ある。で、 B 賞リューマ、あのゾロと戦ったゾンビのアソート3。おお、まあまあある。これ多分一番人気になる。 C 賞ジュラキュールミホーク、はい、アソート3。おお、3? 2かと思った。今回良心的なんだよ。で、ラストワンが金ピカのゾロ、メタリックのゾロやもんで、実質333。なるほど。うん、全部3個ずつやと思ってもらっていい。で、 D 賞に獅子ソンソンマグカップっていうゾロに切られた形してるいびつなマグカップある。あ、なるほど。面白いデザインしてるよ。で、 E 賞になんかプレートやったかな、煉獄おにぎりプレートみたいなやつだったんやけど、それもあんま多くはない。つうことで、待ち望んだ5月のワンピなんやけど、5月の本命間違いなく。で、俺の一番の狙いはジュラキュールミホークで、もうクオリティやばく、昨日見てきたんて、あのもう展示されとったで、あ、刀えぐいぜ。あのもうミホークより2倍ぐらい横に長い。超飾りづらいと思って、はい、全部欲しい、正直全部欲しい、うん、もうコンディション調整したおかげで昨日も紙引きできたで。俺らが先頭で引けることはないやろで、ワンピースは嫌、うん、で、まあ、残りを見つつ、普通に10分の1の確率、初期確率同じだったら10回かな。で、流れを見ながら、え、マジこんな残りいいのってなったら、もう下村を協力者に含めて20回いくかもしれない。なるほどね。下手すりゃね、まあラストワン見えつつの話になるんやけど、という作戦かな今回は。 OK。 お前のモチベ的にはもう完全ギャラリーって感じ。どうしようね。ハイエナは、まあ、ちょっと良さげやったら出られる。ああ、うん、なるほどね。ただただやはりワンピース1回850円。でも、あ、高い。一番高い部類や。そう、普通の一番くじ。そう、まあまあしゃあねえよ、今回のクオリティ。お前も後で展示見たら分かる。一応書店とミニストップとちょこっとローソンもやってるらしい。あ、そうなんで、あまりにひどかったら、うん、また回っていい。分かった。そうそうそう。ただまあもちろんこの辺でやけど、あまりにひどいことないと思うけどな。相場は安いんやって、結構金剛寺堂シリーズってクオリティ高いけど、サイズがない。なるほどね、17センチ15センチあたりで収まるもんで、うんうん、ミホーか横浜もでかかったけど、ぜひ取りたいね。じゃあ、うん、まあ目指せコンペやな。そうだね、ベストは10回で全部。強欲や、うん、出せれば OK、 あとはもう知らん。で、ちなみにもう本当に今金ない状態なんやけど、本命やでな、何回までとか決めるつもりはないよ。決めるつもりないの？ないよ。ないの、うん、ミホーク出るまで。マジ。ただまあ3個あるで、まあまあ、悪くても、俺マジで悪くても30回には出ると思う。マジで悪くてもね。相場、うん、考えたら絶対嫌だけど、30回の人の30回やばいよ。もう24000、ミホーク多分5個ぐらい買える。というわけでやっていきます。最後最後、かっこいい、マジで、あまりにかっこいい。ちょっと左見ます。あれ、じゃあかなりチャンスじゃない。いいね、ミホーク。めっちゃかっこよくね。うん、10回引いて出てないぞ、行くか。多分これ見て、剣長すぎ。でかすぎ。え、これ行った方がいいよな、多分出てねえよな。行くわ、行った方がいいよね。どうなるかな。カランカランカランじゃなかったら出てない出てない出てない。これは早まで10回終わりがあるかもしれない。いや、マジであるよね。奥の人も多分奥に出る。10回引いとる、1個出た。ミホークさえ残れば、ただ今の時点で俺50分の何とかで引ける。50分の何とか、あの人がどういう引きするかな。いや、まとめていくしかねえな。出てねえぞ出てねえぞ。何、あ、そう、あ、まずあの人が何出たか。そう、龍馬臭い。すいません、お願いします。はい、10回で、はい、めっちゃ出た。え、何出た？ A、B、B。 あ、でもミホーク出てない。
え、ミホーク出てない、出すしかねえよこれは。いやマジで出すしかない、狙い的には最高の状況。10回で終われるか、あれって多分3個ぐらい出とったで、多分50回だ。だ1個 D 賞あったよね、うん、前から行くわ、1、2、3、4、はい10枚です、行くぞ。あ、これありがとうございます、はい、ミホーク一撃で、はい、しっかり終わった。ミホーク、まあまだいい、ミホーク1個出ればいいで、ふい、いやべえ、前半にくれ、お願いします、お願いします。おー、マグカップか、アシストスト、ミホーク頼む、ミホーク、やべ、まだいける、まだいける、ミホーク、うわやばい、マジで頼む、ふい、うわふい、うわー、やばい、ちょっと1枚出せ、ふい、いやありがとうございます、やったやったやった、下村行け、下村行け、今しかない、俺のカード渡す、すげえいい日や、もう C だけ残っとるんで絶対欲しいですよね。はい、すいません、あのこれ1個しかない、2個しかなかったってこと、ありがとうございます、大丈夫ですかね、ありがとうございます。お前5枚選んでよ、 OK、 ミホークだけちゃんと全部残っとる、マジで頼む、ミホーク5枚と一番欲しいのだけ全部残っとるんで絶対出します。はい、OK、 ミホークが行くぞ、C ね、行くよ、せーの、はい、うん、ほんまに頼むぞ、せーの、せーの、はい、うわせーの、はい、え、ちょっと待って、そんなことある、せーの、はい、うわ、はい、うわ、はい、うわ、リュウマ、おっしょ、ナイス、ナイス、ナイス、ゾロ、ゾロ行こう、せーの、はい、うー、ないかー、よかった、ありがとうございます、ありがとうございます、ナイス、ナイス、ナイス、あぶねー、あぶねー、終わるとこやった、いや、よかったです、まして、最高、最高、ありがとうございます、あと C 賞一つですね、はい、すいません、ありがとうございます、持ってくれ、こちらで10点でお間違いない、大丈夫ですね、ありがとうございます、ありがとうございます、よし、20回ならまあまあいいよ、よし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 、ちょっと見とる、あ、いいよ、ワンチャンゾロないかな、いや、ナイス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 、え、俺20、うん、前の人らが30なくなっとったよね、うん、30なくなって、で、あと何回、あの人らに絶対狙っとるやん、で、何狙いか聞いて、で、最初に4回引いてもらうで、引いてもらってもし出んかったら、その欲しいやつがあと1個やった場合に限るよ、あ、欲しいやつがあと1個、例えばミホークが欲しいってなったら、じゃあ4回引いてもらって出んかったら僕らあと全部引くんでその1個渡しますわっていう契約、どう、ラストワン狙いじゃなければ、そう、ラストワン狙いじゃなければ、絶対ラストワンやろ、ラストワンか、ラストワンか、ラストワンか、あ、そうです。息子が不安で。え、マジですか？マジですか？そうですそうですそうです。ありがとうございます。初めて声かけられました。マジですか？すいません。ありがとうございます。え、なんか狙ってます？ワンピース。あ、ゾロですか？え、僕らも今ラストワンミホーク出したんですよ。ミホーク出して、で僕らもあとゾロだけなんです。え、どっちのゾロ狙ってます？僕、あ、でも A でしょ。A ですか？やったら あと25なんですよ、なんで最初5回引いてもらってもし出んかったら A 賞のゾロ渡すんで、僕らあと20、僕らあとあのラストワンとミホーク取ってきたいんで、5回引いてもらってもし、はい、あのそれでフィギュアめっちゃ出たらそのまま持って帰ってもらっていいんで、え、でん、あの、いいですか、5回引いてもらって出んかったら僕全部引いて A 賞お渡しするんで、それでいいです、すいません、すいません、ありがとうございます、待ってたんですよ誰か引くのすいません、すいません、ありがとうございます、行くぞ行くぞ、よかった、ありがてえ、マジでありがてえマジでありがてえ、そして今多分5回引いてもらったんで、あと20回2人で全部引きます、お願いします、まあもうそのままフィギュア出てもらったら全部持っててもらっていいです、 A 賞って言ったら多分ね、いや多分気使ってくれたと思う、あ、ちょっと孫を取って、うん、多分欲しかったと思う、まあでもこれで A 出てもらうのが一番、そうね、聞いてもらうのが一番、うん、 A だ、 A 頑張れ、おお、すげえ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 、よう出した、完璧やん、おめでとうございます、すげえすげえ、じゃあミホークどっち出すかやな、よし、はい、はい、はい、よし、はい、お、ミホークやった、自分で出した、
はい、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 おにぎりプレート、あれ G しか出ない、あ、おにぎりプレート固まっとった、2億、はい、あー、よし、まあ、あとはうい、はい、すいません、ありがとうございます、ベストオンまで、よし、じゃあこれでいいですかね、ありがとうございます、すいません、コンプ、危ねえ、よかった、よかった、確保した、危ねえ、すいません、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、すごいっすね、マジっすか、ちゃんと5個で出すという、ありがとうございます、ありがとうございます、ミホークあげるか、でも気持ちいいね、え、あとミホーク持ってないですよね、これもういっぱい3個持ってるんで、どうぞどうぞあげます、いや初めて声かけていただいたんですみません、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しいんでありがとうございます、あ、本当ですか、すいません、ありがとうございます、またお願いします、全然めちゃくちゃ来るんでありえんぐらい引いてますんですいません、ありがとうございます、はい、すいません、ありがとうございます、またお願いします、すいません、ありがとうございます、すいません、ありがとうございました、いやー、なんて気持ち一番くじだ、いい展開じゃねえか、なんて気持ち一番くじだ、でも結局ミホークはかぶっとるやんな、1個ミホークやって3個でさせんな、いやありがてえ、こっちから声かけようと思った矢先、それな、うん、素晴らしい、なんだこの40回引いたんか、40かな、そうやな、40でコンプ、出した、いやいいよ、気持ちよすぎるなんていい日だ、完全勝利ありえへん、マジで神展開やったな、そう、神、そう、あの全部ふっくるめて完全勝利、最初からね、最後まで、ありがたってか、初めて声かけられました、これな、視聴者さんに息子がすごいファンで、あの俺らから話しかけようとしとったご家族やな、うん、に話しかけてもらって、でもあれは多分協力の要請じゃないよね、多分普通に普通にファンさんやなと思って話しかけてくれたよね、うん、それが功を奏しまして、うん、で俺らもあの人らが何ね、フィギュア1個狙いなら残りのね端数引いてもらって20回こっち2人おるで全部引いて、全勝ったら欲しいやつその1個はあげようぜっていう、まあ、なかなかいい交渉やったと思う、でそしたらまさかの綺麗に A 賞抜いたな、5回しっかり自分で言ってたね、そんなことあるか、すごかったね、あれは結局全部引いてミホーク2個と、ラストワンでゾロはそれで賄えたとして、ミホークが計3個になっちまったもんで、1個ね、あの初めて声をかけてくださったということでお渡ししまして、であと1個は弟に売ります、相場より安く売ります、あげません、金ないんで、いやー気持ちよかったね、いやよかったね、でも今までで一番気持ちいい一番くじだったかもしれん、普通に引きも悪くなかったけどな、そう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 、最初の10回終わりかけ取っただけで、うん、その次の10回で2個出したから、まあ結局ミホークは下村が出したんやけど、俺はリュウマやったな、そうね、素晴らしい一番くじとなりました、いいの挟まんかったけど、何がもう挟む余地なかった、挟む余地なかったよどこにも、いやあと4回で3個出してもらえばよかったな、あ、じゃあ5か、あと5回でいつものお前なら、いつもの俺なら引いてもらっとった、あそこはマジででもハイエナチャンスの場所やったじゃない、いやあれはでも多分みんな狙いたい、狙っとった、まあお前が引いたら引かれとったもん多分な、まあ多分そうやろな、でも結局あの人たちあの感じ全部引いとったんかな、気使って多分 A 賞のゾロって言ってくれたんやけど、まあ、確かにそうやった、ね、あの言い方は多分ね、ラストワンもかっこよかったな、うん、本郷地図はメタリックの方が俺は絶対にいいと思う、いつも見てくれとるってよ、よかったね、でも嬉しいな、嬉しいね、高揚感が多幸感が半端じゃねえ今、俺は幸せ者だ、ありがとうございます、まあマジで完全勝利やったな、まあそうやね、結局40回引いたけど、うん、内容が良すぎたからよしよし、俺多分最初15回って言っとったよ、あの5月の作戦会議動画で、うん、15回以内でコンプできりゃなって言っとったよ、ああワンピースをゴリゴリに全部今のところ全ての一番くじで大幅に超えて待っとるけど予算をしゃあない、今日は大満足です、大満足です、で次の一番くじは1週間空くかな、でドラゴンボールになると思う、ちなみに今日の6時に昨日の点すら上がる、今日の6時に上がるの、爆速で編集した、速攻編集した6時間一心不乱に編集したすぐ出る、というわけで次回のドラゴンボールでお会いしましょう。